いやいや。はい、それでは始めていきましょう。トラキチェチャンネル、今日はマリオカーザツアーやっていきたいと思います。ということで、今回からピーチ VS クッパツアーの後半戦、当然リーグ対象はクッパカップということになっていきますので、こちらの下見動画をやらせていただきたいと思います。まずはピーチ VS クッパツアー前半戦のランキング結果が出揃ったということで、見ていただければと思います。よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。1位、ありがとうございます。若干風邪気味で声がガラガラかもしれませんが、楽しんで見ていただけると嬉しいです。ということで、いやー、1位を無事確保してブラックスニーカート手に入れました。ありがとうございます。スニーカーですね。スニーカートだから、どこでね、どこで切るんだろうと思いましたけど、スニーカーですね。これ、ね、靴になってんだ。オッケー。はい、青兵法も、あ、手に入れてなかったんだ。嬉しい。はいはいはい、ランキングボーナス等々、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。はい、金土岩来い。白ヨッシーレベル4、ありがとうございます。こういうの地道に貯めていきましょう。はい、フレンドの皆さん、いつもありがとうございます。ということで、動画をね、昨日かな、出させていただいた時と同じね、得点差となりました。2位の方との差が3400点弱というところで、無事1位を確保することができました。ありがとうございます。3位の方が少し記録を伸ばしているかなっていうところでしたけども、それぞれ3コースの記録は動画で出させていただいたものでございます。やっぱりキャラですね。コインボックスキャラのレベル8、レベル7、そしてジャンボバナナのレベル6っていうのをね、扱えたっていうのが非常に良かったんじゃないのかなというふうに思っておりますので、今週もチームクッパをね、選んだ皆さん、少しでも、僕も協力できるように頑張っていきたいと思いますので、動画楽しみにしていてください。では下見をしていきましょう。はい、では今週のリーグ大賞のクッパカップの画面にやってきました。どうやら一番上ですけども、ピーチ、チームピーチとチームクッパの、現在のなんていうんですか、勝ち負けですけども、ちょっとクッパがね、上回ってるように見えますね。なんか毎日、状況が変わってるようにも見えますけども、まあ僕としてはチームクッパ一生懸命応援させていただきたいと思います。ということで、クッパカップ下見していきましょう。まずは1コース目、クッパキャッスル 3R になります。いきましょう。さあ、キャラの環境ですけども、まずほぼね、ウルトラレアである中で2つ、はい、まずは主役でありますクッパね、こちらね、やっぱレベルどんどん上げて使っていただくのも選択肢としては十分ありだと思いますので、まあ、ぜひ検討していただければと思います。で、僕自身は先ほど手に入れた青兵法、こちらもレアで、チームクッパのしかも所属で、最適性に来ているというところになっております。さあ、その他のところに目を向けていきます。やっぱチームピーチにおいてはこのコースはかなり厳しい。で、チームピーチで、いや、パティシエミースーツすらチームクッパだからな。ちょっとチームピーチでこれ持ってればなんとか戦えるよっていうキャラは非常に今回厳しめですね。はい、チームクッパにおいてはブロンズミースーツだったりとか、ブメランフラワーいいでしょう。あとはドンキーコングスーパーファミコンバージョンのトリプルバナナもいいですよね。で、あとはコインボックスキャラ、ゴールドブルですね、そしてサンタクッパと、おりますので、いやー、こっから冬にかけてサンタクッパ大活躍でしょう。レベル上げるのも検討しないといけません。ポイント解放も3段階までやってるというところですから、個人的にはサンタクッパ使っていきたいと思います。マシンいきましょう。マシンの最適性もウルトラレアのみとなっておりまして、お、順位報酬のブラックスニーカートも最適性来てる。ダッシュプレート系、クッパキャッスルというコースの、特性上、ダッシュプレート系っていうのは非常に有能だと思います。ただし僕自身はこちら、はい、マグマ放棄がレベル4、ポイント解放1段階まで進んでます。これちょっとレベル上げるのも今週は検討しないといけないかなと思ってますが、現状はレベル4で使っていきます。グライダーいきましょう。グライダーの最適性もウルトラレアのみとなっております。今週は厳しい。で、僕が持ってるのはバタープレッツェル、これがレベル2なんで、ちょっと強化して、さすがにやらないといけないかなと思ってますが、下見の段階ではこんな環境で見ていきたいと思います。だんだん声がひどくなってますけども、聞き苦しいと思いますけども、一生懸命喋って一生懸命走ります。いきましょう。はい、クッパキャッスル 3R いきましょう。これは新登場コースになるのか。よいしょ。今のは何に引っかかったの。あ、コンボでもつながったね。よかったよかった。本当に新しいコースだと。あ、いや、ちょっと待って、さすがに今厳しかったっすね、判定。よいしょ、やった。あー、入力ミス、ごめんなさい。今のは私のミスでございます。当たれ当たれ。なんでよ。はい、こんなとこにアイテムが、隠れアイテムね。ドッスンの後ろね。
はい、危ないこれ。危ないパターン。よいしょ、当たれ。はい、ありがとう。コイン拾って。いやー、結構、コインがいろんなとこに散らばってて、ややこしいっちゃややこしい気がしますが、どうでしょう。危ない！オッケー。よし、ここ、コインまで。オッケー。まぁ、ちょっと、現状、グライダーがレベル2なので、あんまりコンボ繋がらないと思いますけども、2周目も確実にここの、アイテムは取れそう。このタイミングが取れそう。いいとこにバナナ置いてる人がいる。オッケー。よいしょ。オッケー。走り悪くないでしょ。この、縦3連バナナを確実に、取っていくっていうのがすごい重要な気がしますね、このコースね。あ、こういうのこういうの、縦3連ね。よしよしよし、あ、危ない危ない。ああああ、すごいてんやわんやで申し訳なかったですが、こんな記録になりました。はい、こちらが下見の記録となりました。まだまだマシンやグライダーは、ポイントにおいても、レベルにおいてもレベルアップが必要かなというふうに思っておりますけども、下見はこんな感じ。アクション数現状96ですので、まあコインボックスキャラを扱うというのも、ありますので、ここからアクションどんどん伸ばせていけるんじゃないのかなと思います。まあエクストリーム系のコースではありませんけども、アクション数は多い。走ってる途中にも言ったみたいに、縦3連のコインを確実に取る、そしてちゃんとドリフトミニターボを出していく、そんなのが大事になってくるんじゃないかなと思います。はい、2コース目いきましょう。2コース目はピーチガーデン RX ということで、こちらは新登場コースになると思います。通常バージョンのピーチガーデンは非常に走りづらかったんですけども、 RX の方はどうでしょうかと。まずは環境ですね。キャラなんですけども、有能なキャラとしましてはボスパックミスツ、これチームクッパですね、悪くないと思います。あとは結構厳しそうですね。はい、で、あ、こちら、あ、チームピーチにも一筋の光が。カンガルーヨッシーのレベル強化が進んでいる方はブーメランフラワーキャラとして、はい、使ってもいいんじゃないかなと思います。ボスパックン自体もおりまして、こちらもブーメランフラワー、チームクッパですね。そして何よりも一番いいのは猫クッパとなっております。こちら、はい、チームクッパ、唯一のコインボックスキャラになりますので、これを所持している方が圧倒的に強いと思います。チームクッパより。マシンの最適性はウルトラレアのみで、以上のようなラインナップになってるんですが、僕自身はこちらのメカメックほうきがレベルもそれなりに高いので使っていきたいなと思います。ジャンプアクション系ですね。グライダー行きましょう。グライダーの最適性もウルトラレアのみ、大変ですね。で、一番強化が進んでるのがこちらのドリームグライダーと。まあちょっとキャラとの相性がいいグライダーはなかなかないんですけども、まあ本来はね、バナナ系のね、ミント&ベリーアイスとか、こちらの夕焼けバルーンの方がスペシャルスキル的にはいいんですけども、レベルやポイント解放に、はなかなかかなわないということで、このドリームグライダー使っていきたいと思います。ということで、いい環境なんじゃないでしょうか。ピーチガーデン RX 下見していきましょう。はい、ピーチガーデン RX 見ていきましょう。まあ、散々走り込んだので、まあ、このコースシンプルなんで、今のジャンプアクション2つついてんのかな。よいしょよいしょよいしょ。よっしゃ。うわ、なんか炭入ってるパックン。まあ今の無理しなければあのジャンプアクションで確実にコンボはつなげれるところだったと思います。さあ、ここですね。ここが、あ、危ない。思わず声が出そうになっちゃいましたけども。よいしょ。いや、でもこの広場みたいなところ、やっぱり、相変わらずというか、はい、通常のピーチガーデンと同じように、コンボは続けづらいところになってますね。あー、でもやっぱりさすが、エクストリーム系ということで、いくらか、あー、コンボは続きやすそうですね。よいしょ。ここが持てば。うん、ちょっと見えなかったからごめんなさい。縦3連うまく拾いながら。これはこっちかな。あ、なんとか持った。まあ、グライダーレベル7なんで、ちょっと参考にならない走り方だったかもしれませんが、レベル7のグライダーであれば、今みたいな走りでも持つと、ここは、あ、持たない。今のところは、あ、なんかちょっとここいろんな走りができそうな感じでしたね。外回りしたら。はいはいはい。全部勉強ですね。最初はね。よし。コースの全長も、こんだけエクストリーム系でアクションが増えると、そんなに長く感じなくなりましたね。
よいしょ。ゴー。オッケー。それなりの点数っていう感じですね。オッケーオッケー。はい、下見の記録は 29,607 点となりました。まあ個人的にはかなり環境がいいのでレベルも高くてね、でコンボもつながりやすかったと思うんですけども、まあそれでも、レベル7というグライダーを持ってしてもここはサボってるとコンボ持たないよっていうところもあったと思いますので、まあ参考にしていただければと思います。現状のアクション数は96。まあクッパキャッスルでも同じでしたけど、コインボックスキャラを扱いながら今回は単発コインボックスも1回も来てないので、もっともっと点数伸びるんじゃないのかなというふうには思ってます。はい、では3コース目いきましょう。アムステルダムブルーム 3RX になります。コース名長いさあ環境見ていきましょう。最適性はウルトラレアのみで結構数が少ないしラインナップが良くない有能なキャラがね見当たらない中で唯一有能なのがこちらの白タヌキマリオになります。有能すぎる。しかしチームピーチ、チームピーチの皆さんおめでとうございます。この3コース目に関してはチームピーチが有利かな。もちろんね、チームクッパのキャラもたくさんいるんですけども、いいキャラで走ろうと思ったらやっぱ白タヌキマリオ一択かなっていう感じですね。はい、マシン行きましょう。マシンの最適性もウルトラレアのみ、こちらトラビデール、ちょっと強化も検討しないといけないなっていう感じですね。1コース目と骨董どっちにするかって感じ。はい、グライダー行きましょう。グライダーの最適性ウルトラレアのみ、能量ウイング、なんか使う機会多い気がしますね。さすが、課金アイテムって感じはしますけども、レベル6ポイント解放2段階で赤甲羅系という有能なスキル。キャラがちょっと見劣り現状はしますけども、アムステルダムブルーム 3RX 下見していきましょう。さあ下見していきましょう。アムステルダムブルーム 3RX、 あ、これジャンボバナナフィーバー来るかも何の根拠もない適当なことさあ言ってしまいましたけども、地下潜るのかな。はい、ごめんよ。次どっちに行くかも分かんないのよ、下見だからあー、なるほどね、庭先に行く系ね。はいはい、分かりましたよ。よいしょ。危ない、食われる。食われなかった。あとやっぱ地下降りるんだ。嫌なんだよな地下降りるの。走りが来るからね、確実に水辺に入っちゃうとね。うわ、これは嫌だな。うわ、怖え。踏まれたくない。よいしょ。あ、踏まれたよし、どうでしょうかね現状。よし、え、俺なんで俺、まあ、チームごとなんすよね、VS ツアーの時ってね。1位じゃなくても僕がだから今、チームピーチ、チームピーチ所属になっちゃうんですけど、チームピーチにおいて一番前だったので4位走ってるのに一番前の僕が、食らってしまうっていう形でしたね。あれ、これ新登場コースじゃないか。なんか新登場感を感じるんだけど。よし、新登場ですよね。オッケー、3位でしたけどもこんな感じの記録でした。はい、下見の記録 21,717 点、まあ、3位かっこ参考記録っていう感じでしたけども、アクション数は92、まあ、全コースにおいて、アクション数90台でとどまってしまった下見なんですけども、このコースアムステルダムブルーム 3RX なんですけど、これ 3R だったらめちゃめちゃたるいコースですねエクストリーム系だからなんとかアクション続いてますけども、まあね、現実的にはジャンボバナナでね、かなりアクションはまた稼げるようになると思うんですけども、いやー楽しく走れるコースじゃないよね、エクストリームじゃなかったらって気がしますけどもね、まあ、とりあえずこのコースも3万5000点ぐらいを目指してまた走り込むことになると思います。では3コースを終えた段階でのリーグの順位どうなったでしょうか、見てみましょう。はい、ドドドーンと上がって9位となりました。うーわー、すげーやばいやつがいるわ1位にまあでもどうでしょう、僕の現状の目算ですけども、この3コース必死に走ったら12万点はいくんじゃないかなと思ってるんですよ多分。ちょっと今の発言怖いな最終的に12万点はいけるんじゃないかなと思ってるんで、まあなんとか昇格圏内に入れたらなと現状は思っているところでございます。はい、ではトップ画面に戻ってまいりました。今回は、ピーチ VS クッパツアーの後半戦、こちらのクッパカップの下見をしていきましたけども、内容いかがだったでしょうか。
現状は、全コース2万点台という形でしたけども、平均4万点取りに行けるんじゃないのかなと勝手に思っております。はい、強化次第ではあると思いますが、なので、なんとかね、一生懸命走り込みたいと思いますので、またそれぞれのコースの走り込み動画楽しみにしていてください。ということで、今回の下見動画が面白かったよ、参考になったよっていう方、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。いやー、なんとかチームクッパが勝って、より多くの報酬が手に入るように皆さん一緒に頑張ってやっていきましょう。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。